今回はサンプルチップの写真の撮り方を先生に教えてもらいます。こういう大理石帳の上に、まあ、こういう感じで置くと反射しちゃうんですよ。まあ、これ紙なんですけど反射素材ツルツルしてるじゃん、はい、でこれで撮ると、まあ、ちょっと分かりやすく撮っちゃう。撮ると、まあ、こんな感じで反射しちゃうんですよね。なのでできたら上にジェソっていう石膏を何層にも塗って作ってます、まあ、これ汚れちゃったらまたジェソを塗って、まあ、真っ白な面にするんですが、まあ、この上で、まあ、単純にこう置いて、もう一回撮影しましょう。すると、まあ、こんな感じで、これとこれだとやっぱりちょっとチップの見え方が違うのかなと思います。でさらにまあこれだけでつまらないで、まあ、ただ単に撮っただけなんで、まあ、これは今あずさが作ったチップ、これを撮影するんだよね今日、はい、でそれをどういうふうに撮るか、割と自分がよく使うのが、まあ、こういうサンプルブック、まあ、これはもうジェストを塗ってあります、まあ、これは以前 YouTube でこのサンプルブックの作り方っていう動画で作った方法がありますので、よかったらそちら見てください。で、まあ、この角、この角を使って取っていきます。これ一番すごいですか？あ、私これ一番好きです。これよくできてるもんね。新色がすごい可愛いです新色が、めちゃくちゃ可愛いです。可愛いです、うん、でこれを、まあ、このまま置いてもいいんですけど、まあ、今回は取ってここに立てかけていきます。ちょっとこの角を意識して置きます。で太陽光がこちらにあるからこうします。こうすると逆光になっちゃうんで、あこうしますかね、はい。で、今は結構一眼レフで撮るんで、ちょっと一回最初に一眼レフで撮っていきますね。はい。なるべく、あの、これ基本的にインスタグラムに上げる用の写真なので、この中で四角くトリミングできるような形で、まあ、この時点で撮影していきます。そうすると、こうこう切ると、うん。斜めにあの画面いっぱいいっぱいに、まあ、ちょうど収まるかなっていう形になります、はい、あとはもうちょっと撮り方として、はい、ここに焦点を当てて後ろをぼかすっていう方法もあります。なのでちょっとここで撮れるかな、これこの手前のチップに焦点を当てることで後ろをぼかす。そうするとこんな感じ、ちょっとこう雰囲気のある写真にもなります。では iPhone8 プラス、これ iPhone8 プラスなんですけど、これで撮っていきます。こんな感じで近づけて、なるべく接写近い形にして画面タッチしてここにピント合わせます。で撮る、撮りました。で編集、まずトリミング、これスクエアにして、これくらいのサイズにする。ちょっとこれ入ってるんであんまり良くないんですけど、で編集して、まずシャドウを上げる、明るさ上げる、はい、でカラーのところを押してサイドを上げていくとこうなります。
まあ、こんな感じになってて、これ元に戻す。あれ違うか。なんか途中で戻す方法だと思うな。あ、ここか。あ、これが今編集し終わったものです。まあ、ちょっとこれはげてても、割とこう明るさとかシャドウを下げて、あ、シャドウを上げて、あの、サイドを上げるとこんな感じになりますね。で編集する前はこんな感じです。これですね、うん、だいぶ iPhone1 個でもこれだけ綺麗に編集できます。いろいろと編集アプリとかあるんですが、ちゃんとこれ元の写真をあのシャドウ、明るさ、サイド調節してあげると変なこうぼかしがなく綺麗に編集できるので、これがおすすめです。他の撮り方だと、例えばまあ個人的に好きなのはまあこの足場材、まあ、古い木なんですけど、こういうのを使って置いて、まあ、とにかく立てかけるのが個人的に好きですね。立てかけるの、立てかけることのメリットとしては、このチップの後ろに影ができることなんですよ。こんな感じで立てかけます。さっきと同じ感じで写真を撮って、でまた編集します。じゃあもう一回説明しますね。この編集の仕方、あのカメラを撮ったら編集ってところを押して、この時計みたいなところを押して、このライトのところのシャドウ、まずシャドウ、この影ですね、影を少し柔らかくします。まあ、強くするとこんな感じ。この人ちょっと明るくなりすぎちゃうんで、まあ、ちょうどいいところ、これぐらいかなっていうところを見つけます。明るさもちょっと明るくしていきます。それでこのカラーのところを開けて、これカラーのところ、サイドっていうのが出てくるので、サイドも上げていくと実際の色に近づいてくれますね。はい、 OK で、まあ、さらに編集で、はい、でスクエア、そしてちょうどいいところでこう上げてもいいですし、下げてもいいです。まあこれくらいのバランスで入れていきます。これの元の写真はこういう感じですね。うん、全然違います。全然違うでしょ。はい、今の時間12時31分本当は朝10時ぐらいがいいんですが、まあ、ちょっと時間過ぎちゃってもしょうがないですね。ただ今日はちょっと曇ってるんですよ。曇ってるので撮影に向いてます。で、ちょっと寝てます。で直射日光っていうんですね、をなるべく避けたいんですよ、室内といても。こう置いた時に今自分の顔とかも多分影がきついのかなって思うんですよね。でこれを下げてあげると、ブラインドを下げると柔らかい光になります。でチップもこんな感じでブラインドを下げて柔らかい光を自然光を入れてあげます。それで、まあ、この上でテーブルで撮るんですが、まあ、こういうところとか、まあ、こういう上で撮るよりも個人的にはなるべく白い上で撮った方が簡単に綺麗に撮れるかと思います。それでさっきまでのはあの、まあ、蛍光灯があるんですが、あの日の光、太陽の光を使って撮影する方法だったんですね。ただまあ天気がいい日もあれば暗い日もあったりとか、あの日中撮れない時もあるじゃないですか。夜とか夜撮ると蛍光灯だけなのであんまり綺麗に撮れないんですよ。まあそんな時にこういう、まあ、これは Amazon で1900円とか2900円で買ったものなんですが、撮影ボックスっていうものがあります。まあ、この撮影ボックスを使えば夜でも、まあ、日中天気が悪い時でも割と綺麗に撮れます。その写真の撮り方を説明していきます。まあ、この撮影ボックスは割とこうメルカリとかそういう商品とかの物撮りに使う機材なんですね。こういう感じでてっぺんっていうのか、これ天井に、まあ、LED ライトがついてまして、ここでジェルとか
を取ると綺麗に取れるんですよ。あの影ができなくて。でこの蓋を開けて上から写真を撮ることも可能です。そうすると完全に綺麗な写真が撮れるかと思います。で個人的にインスタライブやるときはこの中で撮ったりとかします。こうやってやりながらやるとまあ綺麗に撮れますよね。で、まあ、セットできましたのでこの中で先ほどと同じ撮り方をしていきます。また板を持ってきて、やっぱりこの石膏は石膏ボードは必要なんですよね、まあ、こういう感じでいくとこれ気に入ってんだもんね、はい、まあ、こう先ほど同様にこちらに置いていきます。あとインスタグラムってまあいろいろとまあ、デザインも大事だけど写真の撮り方も本当に大事なんだよね、うん、せっかくいいチップ作っても写真の撮り方一つで台無しになっちゃうから。よいしょよいしょ。せっかく綺麗に作ったサンプルなら写真も丁寧に撮って丁寧に加工してあげた方が効果的かな。はい、またこういう感じでなるべく近く、あ、そうですね、もうほんと近くにして。ただあんまりこれ近すぎるとここにカメラがついてるからちょっと上からになっちゃうんだよね。これで、あ、まあ、ちょっとギリギリこれぐらいかな。こういうふうにしてちょっと斜め、はい、それでこの角が L 字がちょうどいい感じになるから、なるべく個人的には画面いっぱいに入れた方がデザインがわかるから、はい、まあ、おしゃれになんかこんな感じにしたりするのもこんな風にしてる人もいるけど、まあ、あくまでも最初はやっぱりこうお客様にこれアピールするわけじゃない、はい、こういうデザインありますよ、はい、まあ、なるべく大きくデザインがわかりやすく、ちょっと片方切るのもいいのかな、はい、ここが主役じゃん、はい、ここが脇役だからちょっと切ってもいいかもしれないね、はい。それでライト、ライトのところのこれを押す、うん、まずシャドウを上げる、はい、明るさ上げる、まあ、だいぶボケてくれたよね。でカラーのところのサイド上げる、はい、ぐらいかな。こんな感じで撮影してます。 あと撮影の仕方はなんか小物使ったりとかするのは、まあ、人それぞれ好みで、まあ、こういう可愛いチップ台があったりしたらこの上に乗っけて撮影してもいいかなと思います、はい、これは Amazon で280円で売ってるチップスタンドです。 Amazon で検索してみてください。 Amazon チップスタンドとか でこれで例えばですけどちょっと季節感が崩れちゃうんですが、こんな感じで置いて撮影してもいいし、日中だったら例えばなんですが外、まあ、今これベランダなんですけど外でこう光、あ、逆光だからこっちか、こんな感じで撮ってもこういう撮り方もおすすめかなと思います、はい、第4期オンラインサロン全14アートを配信中です。詳しくは概要欄で。